英雄オイディプソーヨーロッパ最古の文明は紀元前20世紀から15世紀にかけてクレタ島で栄えたミノス文明。ギリシャ神話はこのミノス文明で誕生しましまた。そして紀元前15世紀から12世紀にかけてペロポンネソス半島に栄えたミュケーネ文明のもとでギリシャ神話はギリシャ本土に広がり ミュケーネ、テイバイ、アテネがギリシャ神話の舞台になっていきますそして紀元前9世紀盲目の吟遊詩人ホメロスが現れますホメロスはそれまで交渉で語られていた伝説だったギリシャ神話を今も残る最初の文学作品にしました代表作はイリアスとオデュッセイアさらに紀元前8世紀になると 農民出身の詩人ヘシオドスがギリシャ神話の主な物語を記したジョジシを表します代表作は神冬季と仕事と非》。この二人の著作により古代ギリシャの人々はホメロスとヘシオドスが神々のことを教えてくれたと考えていましたホメロスとヘシオドスが残したジョジシは ギリシャ神話と呼ばれる文学作品として最も重要なものですが、それでもギリシャ神話のすべてを語り尽くしているわけではありません。ギリシャ神話をベースにした作品は、この後も数多く登場しますが、紀元前5世紀、アテネにおける悲劇詩人たちの活躍で、それまで叙事詩で語られていた神話の内容がさらに深められ、ギリシャ神話が完成します。中でも三大悲劇詩人と呼ばれるのが、 アイスクリオス、ソポクレス、エウリピデス特にオイディプス王は日本でもたびたび演じられてきましたこれは平美貴次郎演出主演のオイディプス王ですこれは二永和幸男演出野村万載主演のオイディプス王でアテネ公演も行われましたこれは宝塚専科公演主演は とどろき優これは設定を完全に現代に移し替えた舞台オイディプス主演は市川恵美蔵これは昨年パルテノン玉で上演された三浦涼介主演のオイディプス王ここにこうあります生まれてはならぬ人から生まれ目取ってはならぬ人を目取り 殺してはならぬ人を殺した男の運命。オイディブス王がどんなん人物かを、実に端的に表現しています。ところで、この舞台は新役に基づいて上演されました。翻訳したのは、シェイクスピア作品の舞台化などで定評のある河合翔一郎氏。そして、この公文社古典新訳文庫の正拍子にはこうあります。 危機に瀕する都市国家定売を救うため、オイディプス王は信託を行う。結果は、戦王ライオス殺害の犯人を罰せよ、だった。真相が明らかになるにつれ、自らの出生の秘密を知ることになる彼を待ち受けていた運命とは、後世の文学思想に大きな影響を与えたギリシャ悲劇の最高傑作。 今から2,400年以上前に書かれながら今も人々を引きつけてやまないオイディプス王の物語を時系列に沿って見ていきたいと思います。まずオイディプス王の誕生から先ほど「生まれてはならぬ人から生まれ」とありましたがこのことから説明したいと思います。オオオイイイディプスススの父ライオスは、定売王ととなってイオカステを妃としますが、 妻と徳を共にしませんでした。それは、ライオスは息子に殺される運命にあるという呪いをかけられていたためです。なぜ、そのような呪いをかけられることになったのでしょうか。それは、かつてライオスが犯した罪が原因です。それは、一体どのような罪だったのでしょうか。ライオスは、 4代目テバイ王ラブダコスの一人息子でしたが成長しても邸売の王位につくことはできませんでした。ライオスの父ラブダコスは彼が生まれるとすぐに亡くなりその後ゼウスがアンティオペに生ませたアンピオンとゼトスという双子の英雄が邸売王となったためです。ゼウスが牧神サトリオスに変身してアンティオペと交わる物語は 西洋絵画では人気のあった題材で、オイディウスの変身物語に基づいて描かれました。これは、ヴァン・ダイクの作品です。アンピオンとゼトス支配下の定売で、邪魔者とされたライオスは、ペロポンネソス半島に亡命し、ペロプス王の宮廷に身を寄せ、そこでクリシッポスというペロプスの末の子の教育を任せられます。ところがライオスは、この美少年に、 同性愛の欲情を燃やし、誘拐して、領辱してしまいます。恥ずかしめを受けたクリシポスは自殺し、怒ったペロプスはライオスに、お前に男の子が生まれたら必ずその子に殺されるだろう、という呪いをかけたのです。アンピオンとゼトスが、子孫を残さずに死んだ後、定売に呼び戻され王になったライオスが、妻と徳を共にしなかったのは、 このペロプスの呪いが原因でした。しかし、ある夜、酒によって自精神を失ったライオスは、妻と一度だけ交わってしまいます。そして、イオカステは妊娠し、男女を出産してしまいます。オイリプス王の誕生です。ライオスは、この子をこの世から消し去る決心をし、下牧の羊飼いに命じます。 赤子のかかとにピンを突き刺し歩けないようにしてキタイロンさんに捨てろこの絵はキタイロンさんのオイディプスと羊飼いここを拡大しますかかとに刺さったピンが描かれていますところがこの羊飼いは王の命令を守らず 山中にいたコリントスの王ポリボスの羊飼いにその子を渡しました。その羊飼いは足に刺さったピンを抜いて王宮へ連れて行きました。ポリボス王に子供がいないことを知っていたためです。赤子はオイディプスという名を与えられ、後継ぎとして育てられました。オイディプスとは腫れた足という意味で、 ピンを抜いた後も、かかとの腫れが引かなかったために、こう呼ばれました。オイディプスと名付けられたその若者は、コリントス王子の名に恥じない、傑出した立派な青年に成長します。オイディプスは、自分がステゴだということを知らずに育ちましたが、ある日、自分がコリントスの王子ではないという噂を耳にします。 オイディプスは王と王妃に問いただしますが、二人はお前は間違いなく自分たちの実子ですと明言しました。しかしその言葉だけでは納得がいかなかったため、オイディプスはデルポイへ行き、アポロンの信託に、自分の真の両親は誰なのかと尋ねます。するとその信託はその問いには答えずこう告げたのです。 お前は自分の母と結婚し、あってはならぬ子供たちを誕生させ、父親を殺す運命にある。驚いたオイディプスは、生みの親だと信じていた王と王妃が生きている間は、二度とコリントスには戻らない、と決心します。こうしてオイディプスは、コリントスとは反対の方向に旅をしていきました。この時、ライオスも、 デルポイに向かっていました当時の定売はスピンクスの災いに苦しめられていましたスピンクスはライオンの体と人間の女性の顔と胸大きな翼を持つ怪物で道行く人々にある謎をかけては解けないものを食い殺していました実はこのスピンクス ライオスが若い時にクリシッポスに対して犯した罪を罰するため、ゼウスの妻ヘラによって送られたものでした。そのことを知らないライオスは、どうすればこの災いを終わらせることができるのかを、信託に伺おうとしてデルポイに向かっている途中だったのです。こうしてオイディプスとライオスは遭遇することになります。二人が出会った場所は、 どちらか一方が横道にそれて相手に道を譲らなければすれ違うことができない狭い道が三股に分かれた場所でした。ライオスの家来がに叫びます侮辱されたと感じて憤慨したオイディプスが無視するとライオス自身が身を乗り出して車の上から先が二股になった月棒を振り上げて襲いかかってきました。 激行したオイディプスは逆襲し、ライオスとその家来たちをあっという間に殺害してしまいました。父を殺し、母を妻とする、という神託の最初の成就です。ただしこの時点で、オイディプスは殺した相手が自分の父であることには全く気づいていませんでした。旅を続けたオイディプスは、定売にやってきます。 当時の定売は荒廃していました。ライオス王が何者かによって殺害されただけでなく、相変わらずスフィンクスが道行く人々にある謎をかけては、解けないものを食い殺していたからです。ライオス王死後、摂政として定売を支配していたのは、王妃だったイオカステノアにクレオン。彼は次のように布告します。 スフィンクスの謎を解いた者に王位と王妃イオカステを与える。そこにオイディプスがやってきてこの布告のことを知ります。オイディプスは早速スフィンクスの前へ行きます。スフィンクスが出した謎は、一つの形で四本足、二本足、三本足になるものは何か。オイディプスはそれは人間だ。 ななぜなら、赤子の時はハイハイするので4本足成人は2本足老人は杖を使うから3本足になる」と答えます謎を解かれたスピンクスは崖から身を投げて絶命、定売の街に平和が戻りました。これはギュスターブ・モローの代表作「オイディプスとスフィンクス」。ススフィンクスは、 オイディプスに飛びかかって彼の胸に爪を立て、オイディプスが答えるのを待っています。彼の足元の崖下には犠牲になった者たちの遺体や骨が横たわり、スフィンクスの残虐性が示されています。これは、アングル、スフィンクスの謎を解くオイディプス。恐怖に駆られて逃げ出したオイディプスの連れや犠牲者の足や骸骨が描かれています。ところで、 スピンクスの謎かけについてですが古代の史料には最初は4本足だったが次に2本足になり最後に3本足になるものは何かという意味にとれるような言葉はどこにも出てこないようです。ある文献には同時に2本足でも3本足でも4本足でもあるものは何かと書かれまた知られている最古の文献には 二本足でも4本足でも3本足でもあり地上と空中と海中の生物の中で一つだけ性質ピュシスを変えるものは何かという謎だったとありますそうだとすると謎の答えはオイディブス自身だったのです。どういうことでしょうか四本足は、 生後すぐにかかとをピンで貫かれ山奥に捨てられたオイディプスが2本足の人間になる可能性を否定され4つ足の獣の世界に放築されようとしたことまた古代ギリシャ人は親を殺す者は4本足の獣と区別がなくなると考えましたがオイディプスは父親殺しの罪を犯したことによります。3本足はオイディプスが槍を杖代わりにして 長い旅をしていたこと、また、オイディプスは後に自ら両目をつぶし、杖を三本目の足にしなければならなくなる運命が決まっていたことによります。いずれにせよ、スピンクスの謎を解いたオイディプスは、クレヨンの布告に約束されていた通り、自分の実母だとは知らずに、イオカステと結婚し、定売の王位につきます。 父を殺し母を妻とするという信託はこうして成就しました。オイディフスはスピンクスを退治したことで人間の中で最高の知者であると同時に勇者という名声を享受し国民たちから希代の名君と慕われ定媒を長年にわたって統治し繁栄させました。そして イオカステトの間に、エテオクレス、ポリュネイケスという二人の息子と、アンティゴネ、イスメネという二人の娘を設けました。しかし、オイディブスが旗大の名君として統治している定売に、突然飢饉が起こり、疫病が流行します。その災いとは、作物が育たなくなり、家畜も、 人間の女性も子供を産めなくなった上に高熱を伴う疫病が蔓延して住人たちが次々と死んでいくという恐ろしいものでしたオイディブスはその災いが起こった理由とどうすればそれを終わらせることができるのかをアポロンの信託に尋ねるためクレヨンをデルポイに派遣します。クレヨンが受けたた。託はこうでした 災いはこの国の前の王だったライオスを殺害した下手人が罰を受けずに「定媒で安穏に暮らしているために起こったものだその下手人を見つけ出して死刑にするか国外に追放すれば終わる」。その信託を聞かされるとオイディプスは帝媒の市民たちにこう約束しました。ライオスを、 殺した下手人が誰なのか自分がとことん究明して災いを終わらせるしかしそこに待ち受けていたのは驚愕の事実でした。かつて自分が行きずりに殺した老人こそ自分の実の父親ライオスだったのののです。そして妻、妻イオカステは自分の実の母だったのです。 父殺しと母子婚という二重の大罪を犯したオイディプスの汚れが全ての眼鏡だったのです生まれたばかりの自分を捨てるはずだった羊飼いの口からそのことを聞き出したオイディプスはオイディプス王によると悲痛極まりない声で絶叫します「あああ,あことはこれですべて明らかとなった大光よ今この時が私がお前を見る見納めとなれ」 今や私は親であってはならぬ人から生まれ妻にしてはならぬ人と夫婦になり害してはならぬ人を殺したものであることが明白になったのだから人間の中で最高の知者であると同時に勇者とされたオイディプスは父親を殺し実母と交わったこの世で最も恥ずべき人間となったのです。 夫が我が子であることを知ったイオカステは絶望し首をくくって自害しますそしてすべてを知ったオイディプスはイオカステの衣から黄金のピンを抜き取ると自分の両目を突き刺し盲目となります二本足の人間の性質ピュシスをなくし性質ピュシスを四本足の獣に変えてしまったオイディプスは三本目の足の杖を必要とするようになり 2本足でも4本足でも3本足でもある自分の正体を白日の下に晒したのですソポクレス・オイディプス王の最後は15人のコロス・長老たちのセリフで締めくくられますコロスとはコーラス・合唱の語源で観客に向かって場面の解説や主人公の心情をみんなで代弁する合唱隊です定売の人々よみを これがオイディプスだ。あのスフィンクスの謎を解き英雄だったその人がその運勢も成功も誰もが羨んだその人が見よ、なんと残酷な悲運の海に飲まれたことかこれより後誰一人幸せとは言えまい命が果てるその時に悲嘆に暮れずに生涯を無事に終えたとわかるまで。では、 ソポクレスはこの作品で、人間がいかに徹底して、無価値で虚無な存在かを伝えようとしているのでしょうか。それは、違うと思います。オイディプスは、これまでの人生において常に真摯で、高潔で、勇敢な態度を貫いてきました。それにもかかわらず、いつの間にか父親殺し、母子相関という二重の不倫を犯し、滞在人となってしまいました。だから、 コロス目をつぶすとは恐ろしい陣地を超えたいかなる力にそそのかされてオイディプスああ友よアポロンだありとあらゆる苦しみを私に与えたのはアポロンだだが目をつぶしたのは他ならぬ私自身つまりピンで自分の目をめったやたらに突き刺したのも 神々によって狂わされたわけではなく正気でそうせねばならぬと自身で判断し自分の意思でこた行ったのだときっぱり主張しているのですそして「これほどの災い私以外の誰も耐えることはできぬ私はおぞましい罪の報いを受けて非業の死を遂げねばならぬだがそんなことはどうでもよい」と言って 運命がこの先なお自分に定めていることのすべてを決して逃げも、たじろぎもせずに大しく引き受けて生き通そうとするのです。その後のオイディプスについては、コロヌスのオイディプスに描かれています。その後オイディプスは、王位を捨てて定売を離れ、長女のアンティゴネに手を引かれて、古事記同然の姿で諸国をさまよいます。二人が身を… 落ち着ける場所はどこにもありませんでしたなぜならオイディプスが父を殺し母と結婚して子を産ませたことそのため定売で災いが起こったことはギリシャ中に知れ渡っていたからですこの絵はコロヌスに到着したオイディプスとアンティゴネで周りにオイディプスを避難し避ける人々が描かれていますオイディプスは苦難の歳月の果てに アテネ近郊のコロヌスに着き英雄テセウスに帝朝に迎えられます。そしてテセウスだけに見守られ生きたまま冥界に入りそこで心霊となったことがソポクレスコロヌスの「オイディプス」に書かれていますあの人は神々から誰かが彼の案内に使わされたかそれとも地下の神々の住みたもう大地が 彼をを歓迎して割れ目を開いたのだ。あの人は痛まねばならぬ仕方で病に苦しみもせずに人の中にまたとありえぬような驚くべき奇跡によってよう去られたのだ。こうして偉大な手柄を挙げて不滅と思われた栄光を得た後一転して惨憺たる逆境に陥ったオイディプスをソポクレスはコロノスの「オイディプス」の中で「 最後に地上から消滅しながら、不死の心霊と化す奇跡として描いたのです主な参考資料です。